みんなでバトルやっていきますか。いや、いつも一発マリオとトロールコースですけど、このみんなでバトルを見てくださってる皆様ありがとうございます。きっと退屈はさせませんのですいません、持ち上げすぎちゃいました。それじゃあ早速やっていきましょう。フォーリンラブイエス、フォーリンラブっていう芸人いなかったいや結構昔の話だと思うんですけど、うわ、ここしょっぱなバトル用コースじゃない？一番右行かして、誰だこのマリオ、外役かじゃあこの左から2番目いきます。全部黄緑色の土管だね。あ、マリオちょっと遅れてるね。さあ、ファイヤーフラワー取って、ここで、ね、すぐ降りていく感じか。いや、しょっぱな勝ちたいね。この一マス系で、ね、一マス系は多分大丈夫。さあ、ここでファイヤーパックに当たってしまいました。ファイヤーパックンではありませんねルイージ早いね、めっちゃ早い。ルイージたまたまなんじゃないの？たまたまいいとこ行ってるんじゃないの？それ大丈夫、ここで抜きたい。あ、待って、ルイージなるほど、次は海ステージですか。このキノコはやらないよ。頭にキノコつけてるだけあって、キノコはやらねえ。よっしゃ、連打は得意なんだよじゃあこのまま右行こっか。多分あのワープブロックはね、きっと罠だと思います。うわ、ルイージ右行ってるね。あのワープブロックチャンスだったんじゃないの？このスターはいただきます。違うんだって、危ねえただスターを取ったところでなんだよな。あ、ワンチャル、ルイージとキノピオ戻ってきてるね。ありがとうございます、いただきましたなんかルイージいるんだけど下に。またみんなでバトル用コースだね。下にさ、クリボーのこのこチョロプーって書いてる。なんかクリボーのとこ簡単そうじゃない？ハナちゃん一番難しそうじゃない？ここ大丈夫？一番当たりであってほしいな。どんな感じなんだろう。頼む、ハナちゃん今回は味方して。僕誰だったっけ？マリオだね。さあ、ハナちゃん全然関係なさそうだな、こここれは恋の通り言ったらいい感じかな。いや、ワンチャル、ほっ、キノピコがなかなかいい勝負かましてんだ。ほっ、いや、キノピコうめえ。大丈夫、勝てるよ。ちゃ、いや、ここきっちり1個、きっちり1個乗っていこう。よしマジでいい勝負じゃねえか。ほっほっほっ、いや、あ、やべえ、オープンミス、オープンミスした。じゃあここで、でかキノコになって、ちゃ、来ました、ちょっと抜いたよ。ほっ、いやー、これ上の人フリー。設定ガバガバ。さて、この設定ガバガバのバトル用コースからこのコースやっていきましょう。一番端っこ、ここがよくない？何みんな上から行ってズルしようとしてんのドス怒ってんじゃんか、そんなんするからさ。よし、これは均等に勝負だ。ナイス、キノピオ、うざい、絶対うざいよあれ。ここ端っこの人フリじゃないですか。端っこ壁ジャンプできないじゃんちょっと、なんか真ん中の人が一番いいじゃんか。いや、これは握ってみる。こっちなんかあるんじゃないの？ワンチャンなんかいいのありそうじゃない？ほら、こっちが正解的な感じ。いやー、よくキノコが襲ってくるあ、閉じ込められた。誰か助けて、誰か花の動物、誰か持っていきたい。たまには誰か持っていかしてよ。ねえ、ちょ、ルイージ弟、お兄ちゃんの言うことを聞きなさいいや、こういうのは結構得意かもしんない。ほっ、うわ、亀の甲羅持ってきた。うわ、下は行き止まりか。マジかよ、ここでメットを持ってきた。そして左をやれナイス、ナイス攻撃。あのキノピオはもう僕に怯えてこの世界で暮らせないでしょうもう無理やり無理やり喋ってるか。いや、危ねえ、これ生き返る。そしてあのルイージ弟を追いかけましょう。下危ないね。ちょっと下見ながらちゃんと行こう。そしてパックンの洞窟って書いてたからね、パックン結構現れると思うんだよね。いや、もうゴールかな。いや、ゴールっぽいね。なに、ルイージ、おりゃこれ右下にジャンプしていく。なんかそれワンチャンありそうじゃない？右下にジャンプ、ジャンプさせて、ジャンプ、僕だけジャンプしていきます。これが正解、頼む。うわやっぱそうだと思いました。まあまあ結構こういう城のステージって長いようなステージが多いじゃん。あ、うわ、オートスクロールか。やべえ、これは追い抜けないぞ。ちょっと待ってね、マリオ、ナイス、マリオ。ここで亀の甲羅今いなかった？ほら、亀の甲羅いたよね。なんかみんなめっちゃ当たってるね。そしてね、やられてるんだよね、キノピコもキノピオも。
ワンチャンあるんじゃない？あとマリオがやられてくれればいいだけでしょ。マリオ、この亀のコーナー当たんねえから当たれ頼む。どうなんだろう、今の当たったかな。マリオ後ろにいないもんね。あ、いるいるいる、これワンチャンあるよ。やったなんかしんないんですけど、多分最初あれだね、僕が一人でやられて、その後一人でこっち来てるじゃん。最初みんな一緒に行ってたからやられたんじゃない？これちょっと難しくないですかここなかなか難しいな。よし、ここはゆっくり行こう。こっからジャンプ。よし、これアイテムになってくれ。ナイスじゃあここはこのまま羽に乗ってゆっくり行こう。よし来た。じゃあこれ勝てると思わない？勝てると思う人何人いる？この中に僕絶対勝てると思うんですよね。多分ここでゴールだよ。ここもオートスクロール。うわ、オートスクロールか。これ早送りしていい？みんなさあ来ました。やっぱり僕の勝ちやで、ね、やっほー。あ、待って、斧じゃねえ待って、斧じゃねえの。やべえ、これ負けるかもしれない。ここまで来て嫌だ。あー、なにこのキノピオ。いや、バカめただこっからどうやっていこう。やばい、行く術を逃したじゃねえか。もうどうすりゃいいんだよこれ。ここサムネしていいですか？キノピオちょっとこっちに来い。どうしようもないやんかこんなの。ほらスーパーマリオメーカーカートってめちゃくちゃ面白そうだね。このコースバトル用コースでマリオカートでしょ。きっと面白いよ。これは面白くないわけがない。一番左行きます。これタイミング大事だよ。行きます。ここ、うお、うますぎ超速い。こっから右にバネに乗ってさ、あのキノコ追いかけて、こっからジャンプ。いいね、ここもジャンプ。うーわ、みんなミスる。もうみんなミスってしまえ。ジャンプ一番遅いのんじゃねえか。いや大丈夫だね、まだキノピオがいる。ほっ、ちょっと待って、マジ黙っていいから、マジ黙って本気出していいから。いや大丈夫、まだ一番早いでしょ。いや、ここはきつい。よし、ここはゴール。いや、いい、できたい、できたい。あははは、右に進むだけ。一発マリオだったら多分超むずいやつだね。お、ルイージ頼む、投げないでね。信用していいかな、あのレイジを。なにくっそ、やられた。信用した僕がバカでした。もうあのルイージにやり返しをせざるを得ませんね。これなかなかタイミングがいい時に右に進むんじゃないのこれ。熱い、スプリング、バネか春かどっちかだね。バネだねすげえバネだね。これ間落ちないのかな、大丈夫かな。うわ、これは笑うでしょこんなの何よこれ、これサムネ行きでしょやばすぎ。これ上に抜けれたら一番いいんだけどな。でもこれもう抜きようがなくない、右の人に。これ勝ちようないよね。これしゃがんでいったらいいんじゃないのね。これしゃがんだら早い説あるよ。ちょっとここが終電場だね。ちょっと、ここ終電場だよ。ナイス、2位です。今僕強いんですよし、来た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 、こっから抜きたい。しゃがんでいこうな、しゃがんでいこう。みんなマリオ邪魔くせえ、しゃがめよマリオ。ちょっと、もしかしたらしゃがんだらさ抜けるかもしんないじゃん。頼むあと一回。あ、キノコ、ここで抜ける感じ。ここで普通のレースが待ってる感じかな。どうなんだろう。来ました、普通のレースっぽいね。よし、バネは任せて僕に。バネは任せて。ナイスうまい。キノピコは早いな、キノピコ。でもここでもうゴールだったような気がするんだよな。やべ、左手が釣り。さあキノピコ、僕を信じてさあ僕ルイージです。あ、いいな、あのマリオ連れてってもらってるじゃんか。僕もたまには連れて行かれたい。最近なんか連れて行かれることっていうのが少なくなってきてるんだよね。ここは右です。さあ渡っていきましょう。
で、ここで亀の甲羅持っておけばよかったかな。あ、ここアイテムじゃない。ナイス。猫はマジで取っておいた方がいい。もうどんなあれより取っておいた方がいい。どんな何よ。これでももう結構差がついてきてるでしょ。うん。なんである程度もゆっくり行っていいんじゃないかな。そう思わないですか、皆さん。よし。で、ここで登って土管に入っていきます。多分この土管で合ってるね。矢印に信用していくよ。これもう完全に無双状態だね。ここで取ろうとした瞬間もう右にあれするよ、シャーするよ。大丈夫マリ、取ろうとしてない？取ろうとしてるでしょ。でもね、シャーがあるからね。僕は持たれない限りきっとゴールできると思います。シャー、さあ来ました。これ動くんかな。なるほど、こいつ乗っていけってか。やべえ、アイテムのアイテムはきちい。やべえ大丈夫。いや、もうみんなやられてしまえ。やったやべえ、この生き残り2個でアイテムなしはきついな。大丈夫かな。ちょっと待って、このボム兵マジ怖いんだけど。これ生き延びたらすごくない？これ生き延びたら危ねえ。もう2つしかないの。心もとでやり直そうね、みんなでやり直しましょう。ぜひアイテム欲しいね。特に帽子いるよ。キノコは最悪ないでもいい。マジで帽子だけはいる。どっち、ここ、よし、帽子さえ あったらいい。もう、うん、邪魔くせえんだよマリオ、邪魔くせえ。みんな投げてしまえ。もうキャッ、やったぜ。あとマリオだけだな俺らマリオやられてしまえ。よっしゃ、勝った。絶対勝ったよこれ。帽子は今度あるもん。ほら、完璧すぎ。勝った、これは絶対勝ったよ。もう害悪キング出ましたね。ゲスキング、今回マジでゲスキング回ですけど、これは勝って。やべ、待って、やべ、今度でかいの、でかいの。大丈夫、このしゃがんでおけばきっと防げるでしょ。きたきたきたじゃあこのままゆっくり進みますか、優雅に。あの R してもね、ここ崩れないからね、このブロックは。え、なんか今右やべえのなかった？あ、嘘、これまずいんじゃないの？あ、でもこれかぶってから大丈夫っていうパターンだね。きたきたこんなでっかいやつもこの帽子の前じゃ。やべえ、帽子なくした。横から当たっちまった。でも大丈夫どうもありがとうございました。うわ、すげえ難しそうだな。ここ回転ジャンプで行くのが必須だね、きっと。あ、そういうわけじゃないのか。なるほど、ちょっと待ってね。うわ、難しい、ここ。ほっ、よし、で次は右にジャンプ。で次はどうすんか、走っていかなきゃまずい。ほっ、ナイス、オッケー。うわいやでも僕だけ中間ポイント取ってるからね、ここはもう無視していこう。そしてこのアイテムだけはマジで取っていこう。ナイス、よし、なんかあった時はこれで捨てれるっていう感じだね。フリボーが大量にいるってことは、これなんかスターの予感しない？スターの予感がすると思うんだよな。ほら来た、熱い熱い、フリボー無双だね。じゃあこのままダッシュしてあの二人の前を抜いていきましょう。ガッ、よし、オッケー。でもう一丁やはりバネとは友達になれない模様ですね。このまんまもう一丁あるよ。もう一丁あのスターを取っていくべきか。いきます。このスターじゃないともう僕は勝てない気がする。このまま走っていきましょう。この速さであの二人を抜いてくれ。まだ直線あっていいよ。間に合えシンプルいいね。もうその名前こそがシンプルだよ。もうこの嘘でしょこれ一番最後に行くよ。一番最後に行って、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。